どどううもも首が横に動くタイプですどうもトシですす今日はねちょっとレンズのラインナップのご紹介です。ということでまあ、ちょっと僕が普段撮影してる内容がほとんどブライダル関係ばっかりなのでその僕がブライダルを撮影する上で使うレンズのラインナップの紹介とまあ、なんでそれを使ってるかみたいな、まあ、ちょっと作例を踏まえてご紹介できればと思います。 今ちょっとここにレンズザッと並べたんですねで、まあ、ちょっと今ここにないレンズも今ちょっと使ってるんであの一緒には並べれないんですけど軽く紹介していきますでこちらからいきましょうか、えー、まずねシグマの 2870mm の F2.8 のやつですねこれちょっとあの何グラムかは忘れましたけど結構軽いやつですちょっとどっかに出しておきますけど軽いやつですねはいまずこれちょっと目に目にフォーカスを合わせなくていいです、はい まずこちらと、続いてこちらがソニー G マスターの F1.435mm ですね、はいえー。続いてソニーのマクロレンズ 50mmF2.8。続いてこちらがツアソニーのツアイス、えー、55mmF1.8 ですねで。こちらがソニー無印の 85mmF1.8。と、今ちょっと えー、撮影でレンズつけてるんですけどソニー G レンズの 20mmF1.8 というやつですなので1234566本僕はもうレンズ6本しか使ってないですで見ての通り、えー、レンズのテレタンテレタンって一番ズームできる最一番遠い距離が 85mm なわけですよしかも単焦点 その次が 70mm2870、mm、70の 70mm っていうことですごいよれない仲間たちばっかりですね僕はねこの6本のレンズのラインナップなんですけど僕多分ビデオグラファーで唯一、えー、とレンズ沼にはまってない人かなと思っててこれ以上レンズを僕欲しいとあんまり思ってないんですよあるとしたらやっぱり僕がこのレンズのラインナップの中で撮,撮影できない 焦点球だから7200とかは欲しいなと思いますけどなんかそれ以外は本当になんかレンズ欲があんまりなくてまあこんだけ持ってたらレンズ欲もうすでにあるやんっていう意見もあるかもしれないんですけど僕のレンズ沼はとりあえずもう終了しましたもう何もいらないっていう感じですでちょっと使用割合なんですけど、えー、とまず一番使うのがやっぱ圧倒的にやっぱこの子ですね G マスターの 35mmF1.4 これが僕はもうほとんどこれで今撮ってて先日なんかウェディングとかクラフトビールを飲むイベントみたいなのがあってフェスみたいな感じですねそれももうこのこれしか使ってなくて広い絵もちょっと近づいた絵とか撮る時も全部もうこれもうレンズ変えてなくて一応ねこれこの子も持っていったんですよズームできるレンズちょっとよりが欲しくなる時もあるかなと思って持っていったんですけど 結局これ1本でなんかレンズ交換することはなかったですね。割合で言うと多分これも6割、6割ぐらいこれでいっちゃってます。もう6割ぐらいこれでいっちゃってます。あ、ちなみに僕そのまあビデオグラファーとはあの名乗ってるんですけど、ブライダルで言うと写真も撮るんですよ。結婚式の当日のスナップみたいな。もうそれもほとんどこれ。まあ カメラ2台で行くんで、これと、例えば 85mm のセット、この2本、ほとんどこれのペアで行ったりとか、で行ったりしますね。もしくは 20mm 使ったりとかがあったりします。プライダルのスナップでは。ビデオはもうほとんど、ほとんどこれ。次に多いのが、これかな。で、 これもほとんんどど、使わないんですけどあるとしたらレンズ交換ができないようなスケジュールの撮影の時ぐらいとか,なんか短時間でいろんなカット必要とされるシーンとか例えば僕が当日エンドロール入るのであれば1人で撮影するっていうシチュエーションであればこれなんですよ。で僕先日当日のエンドロール入った時はほとんどこれだったんですよ。というのも僕の案件でエンドロール入る時は相方もう1人読んで撮影2人体制で撮るんですね。その人が防衛レンズ使ったり、 っていう,ふうにしてますで。編集も僕がするので2人で撮影して、えー、相方にパンチある絵を撮ってもらって僕がこれでキラーショットを撮って合間、えー、で編集するみたいな流れですねだからこれで1本でいけちゃうみたいなだからこれ本当にこれ1本で1人で撮影だとパンチある絵が撮れなかったりはするんでその時はこっち使うかなって感じですねあ,あとその僕ブライダルビデオグラファーですと言ったんですけどブライダル以外にもそのプロモーション ムービービとかも作ったりす,るんですよなんか企業とか商品とかの映像を作ったりするんですけどその時にこれを使うことが多いです。まあ、っていうのもなんかプロモーション系の映像ってあんまボケ見いらないんですよねぼかしてその被写体だけをくっきりさしてプロモーションするっていうよりもなんかナレーションとか言葉とか入れたりして被写体にだけ目を向かせる映像ってあんまりないんですよねプロモーション系って。商品でしかもピンポイントしか見せないっていうよりは割と全体しっかり見せて プロモーションするみたいなことが多かったりするんでボケミが必要ないっていう意味で言うとまあ別にこれで十分かなっていうでなんなら F2.8 ですけど僕は2405の F4 のやつソニーの G レンズあっちの方が今いいなとは思ってますレンズのカラー抜けたんですけどこれからあっちに買い替えてもいいかなとは思いますねっていうところですね動画撮影でそのテイクとメイクっていう言葉があるんですよこれどういうことかというと、えー、テイクっていうのが えー、撮り直しのかかないイベント系とかだから結婚式もそうですしコールの中でのなんでしょうダンスイベントの撮影とか,かそういう撮り直しのきかない一発もの,のやつをテイクっていうんですけど反対にメイクっていうのは CM とか映画とか作り込むでも代わりに撮り直しがきくような撮影そういうのをメイクっていうんですけどテイクの撮り直しがきかない撮影の時は割とこっち使うことが多いです。 1> 1人だとでプロモーション僕が撮るポルプロモーション系とかは、えっと、テイクとメイクが混ざった撮影が多いんですよねなんか両方撮るみたいなだからそういう時はこれ使ったりしますなので、まあ、1番はこれで2番がまあこれかなで次に多いのが今ちょっとつけてるんですけど、えー、ソニー G レンズの 20mmF1.8 の広角レンズですねだから僕が持ってるライン,ラインナップその 20mm 以外だとこれが一番広くて 28mm なんですよ 28と20だと全然その絵の迫力が違うのでそういう時は 20mm 使います広く撮ったりダイナミックに撮りたい時は 20mm 使いますねだから123かな使う順番あの割合としては123で次が多分 85mm かなはい無印なんでそのそんな高くもないんですよ多分67万ぐらいやったかな結構その安く無印ソニーってランクがあるんですよソニーのレンズって 上から G マスター、G レンズ、ツアイス、無印ってこうランク分けされてるんですけど一番低いものなんですよだからこそお手軽に買えるレンズなんですけど僕は結構ねその85ミリのこのレンズの種類としては結構軽い方でサイズもコンパクトでなんて言,て言ってもフィルター径が67ミリなわけですよだからその他ともフィルター径67ミリって結構汎用性がすごく高くて僕が持ってる レンズでも 67mm ってこの子とこの子とこの子とこの子,子 20mm だから僕が持ってるフィルターってほとんど 67mm でこう汎用性が高いんですよレンズ交換する時もこうやってねこう,こうこうできちゃうんでねこうこうできちゃうんでその辺はありがたいですよねああへんみたいなのがなかったりするんででまあ安いし F1.8 も 85mm って望遠なんで割と簡単に背景ぼかせるんですよ 1> 1. でも1.4でもまあ描写はそうもちろん G マスターの8 5ミリとかの方が綺麗でしょ玉ぼけの美しさとか形とかこれって結構ね玉ぼけがレモンっぽい形になっちゃうんですよね綺麗な玉ぼけが欲しい方にはおすすめしないですけど僕はなんかそういう感じでもないんでまあこれで十分かなっていう67万なんでね安いですし結構好きですめっちゃ使います が多いかなスナップでも使いますし動画でも結構この辺じゃパンチ出せない映画撮れたりするんでこれは結構好きですねで次に多いのがやっぱ50次に多いというか結構結果使ってないレンズがツアイスの5 5ミリですねこれね標準レンズなんで一番この使い勝手としてはめちゃくちゃいいんですけど僕が今結局一番使ってるレンズって3 5ミ、mm、リなんですよで3 5ミ、mm、リと5 5ミリってなんかそこまで差が ないんですよねこれを軸でパンチある絵が欲しい時はこっち使っちゃうんで結局なんかこれだとどっちつかずの絵になっちゃうんですよ昔はもうほとんどこれ一本でいてたんですけどなんかある時気づいたんですよその詳しくはあの別の動画でご紹介してるんですけど僕が作る動画って 4k 120 p で撮るんで1.1倍にクロップされちゃうんですよね 5 5、mm、まあどのレンズ使ってもちょっと大きくされちゃうんですよでさらにそのシネスコって言ってちょっと上下に黒入れるような映像だワイドに撮る映像が僕多いんでそうなったら5 5ミリって結構狭く感じちゃったんですよってなったら本当の標準域ってなんだろう35だよねってなってこれ購入したんですよだからそれ以来55は結構僕の中で標準じゃなくてやや望遠気味のレンズの印象なんでちょっと中途半端に感じちゃって 使う頻度はもう激減したというか今使ってないかもしれないです写りは綺麗なんですけど使ってないですほとんど写真スナップでも使ってないですねそういえばもうこれとこれがあるんでなんか55は使ってない今気づきました使ってないですわこの子うろっかなで最後にそのマクロレンズこれは癖レンズなんでまあ基本使わないんですよもう年に 数回レベルでしか使ってないんですけどやっぱりマクロレンズってマクロレンズでしか撮れない絵ってあるじゃないですかで僕はブライダルが多いんですけど、まあ、使うシーンとしてはなんか指輪とかが撮ることが多いのでそういう時に本当にごくまれに使いますだから現場1現場あったら本当にワンカットしか撮らないですね使わないワンカットのためだけに持っていくっていうのもなんか煩わしいなっていう時はこれでいってるんですよこれで。 <laughs> っていうのもこのレンズは、えー、と最短、えー、焦点距離じゃない最短撮影距離かなあのどこまで近づいて撮れるかっていうのが結構近くで撮れるんですよ。でなおかつ、えっと、例えば 4K60P であれば手ぶれアクティブ手ぶれ補正入れれるんでそれを入れてちょっとだけ拡大してさらに例えば α74 とかだったら。 センサーを APS モードに変えれるんです。そしたら1.5倍なんで50ちょっと50ちょっとミリぐらいで割と酔って取れるんで結構これで指輪取る時は十分だったりするんですよね、まあ、作例がちょっとこんな感じですねなんか先日のエンドロールで指輪取った時はもうこれで行きました割と近くで取れるんでねみたいな感じですね僕のレンズのラインナップはとりあえずこんなこんな感じでなんか本当にレンズ沼 抜けけたなぁとは思うんですけどもちろんねこれその僕いろんなそのブライダルの現場行きますけどビ結構ビデオグラファーは7200のレンズ使う人が結構多くてだから別にブライダルはこれでいけるよって意味ではなくて僕の撮影のやり方で言うとこれで割と十分っていう 20mm とこのレンズのラインナップで十分だから結局どういう絵が好みかっていうところに尽きると思うんですけどね結局。僕はででも本当にこれで 行けちゃってます大体プロモーション撮影もブライダルの撮影もで前撮りとかも撮るんですけどもう本当にもうこれしか使ってないこれしかっていうかもうほとんどこれですけどねほとんどこれで値段も僕が紹介したレンズってそんなに高いレンズでもないんですよそざっくり言うと、えー、10万ぐらい17万78万9万67万 10, 10万ちょっとぐらいとかなのでそんな高い方でもないんですよ 一般のカメラ興味ない方からしたらすごい全部高いんですけどレンズってやっぱり78万ぐらいから20万ぐらいまでするものがやっぱ多いんでその中で言うとやっぱ10万前後のレンズが多いんで結構僕の中ではコスパ重視レンズにそこまでお金かけないみたいなラインナップでしたで、まあ、僕レンズ沼抜けたとは言ったんですけど今めちゃくちゃ欲しいレンズがあってさっきもちらっと言ったんですけどソニーの G レンズの えー、2405F1.4 のあれが今めちゃくちゃ欲しくてなんかもうこれ打って買おっかなこれとこれ打って買うっていう手もありますけどね使う頻度とか考えたら2400だったらこれ結構いらなくなるじゃないですか F 値はもちろん変わっちゃいますけどこれとこれ打ったらだってちょうど変えるぐらいかなみたいにね、まあ、ちょっと打っては勝ってを繰り返す方が僕はいいと思いますけど2400が やっぱりそのさっきも言ったように F2.8 と背景をぼかしといたきは正直単焦点使うんですよ。ボケミ欲しいなっていう時は。でも利便性考えたらズームレンズが絶対いいじゃないですか。利便性を優先するだスケジュールの兼ね合いとか。ってなったら2870より2 4百0の方がやっぱ可動域広いし便利なんで,でボケミもいらないし。で僕が一番その2 4百0がいいなと思うのがやっぱり。 レンズに手ブレ補正がついてるんですよそこが僕圧倒的な違いで、えっと、これはもちろんボディにボディというかレンズに手ぶれ補正がないんですよ。でさらにサードパーティー製なんで、えっと、ソニーのカメラとシグマのレンズだと、えー、ソニーのカメラのボディ内手ブレ補正の機器が100%やっぱ発揮できてないんですよ。ちょっと変なブレ方しちゃうんですよね。 ある程度抑えてはくれるんですけどこれ無理やり抑えてくれてる感じっていうのがでも2 4 0 5のソニーの純正の手ぶれ補正付きレンズやとすっごい滑らかに手ブレを補正してくれるんですよ生きた生きた感じのブレ方これは不自然に止めたブレ方でも純正だと生きた感じのリアルなブレ方をしてくれるっていう印象なんですよ。そういう意味でも可動域が広くてさらに滑らかな手ブレ補正がついていて 可動域がが広いが今めっっちゃ欲しくなってま,すまあ僕はそのブライダルの撮影が多いんですけどブライダルに関わらずね割とこの僕にとっては結構便利なレンズのラインナップなので,なのでちょっと参考にしてみてはいかがでしょうか 20mm も含めてね 20mm も僕は結局めっちゃ好きなんですよ好きな順で言うと1番と2番1番と2番っていうぐらいなので 20mm もめっちゃおすすめです 軽いし、あ僕結構軽さ優先で全部集めてます軽さ軽さ軽さだけですはいというわけで、えー、レンズラインナップでしたあちょっとその冒頭で言うの忘れてたなあの頭セットするのめんどくさくて帽子かぶってみましたあとちょっと鼻声かもしれないんですけどちょっと先日までコロナで自宅療養しててなんか鼻鼻声が治らなくてでちょっと匂いも鈍感になっちゃってるんですよ はいそれだけです、だからちょっとこの違和感はあのコロナなので、コロナとこの頭セット、面倒くさなので、えー、ご了承ください。というわけで、以上になります。ありがとうございましたさ